なんだっけ、なんだっけ、俺ら何しようとしてたんだっけ。あ、そうだそうだそうだ、一個あった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 。おい、有馬美子、おい、お前さ、父親がアルマーニの証拠出せるって言ってたけど、出せんの？そう、それを収集しないとさ、はい。じゃあ俺に DM で送ってください。あ、絶対出さないんで、これは。検証するわ、俺が。会社に問い合わせるの。いや、まあ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 。ちゃんと、アルマーニの証拠が出てきたら、まあ別に参加できるよ。嘘だったら、ケインと二人でバン。バイだよって言って抜けてもらう。オツだよ。ちょっと時間かかるな。ちょっと音楽流すか。うるさい口だな。うるさい口だな。おい、クラッシュさせられた、西戸に。西戸にクラッシュさせられた。いいよ、クラッシュ食らっても別にこれ流せるから何度も。FF 外から失礼するぞ。このツイート面白すぎ。自分、リツイートいいっすか。陰夢知ってそうだから、陰夢のリストにぶち込んでやるぜ。いきなりリップして、すみません。許してください。何でもしますから。うるさい、口だな。で、アニマミコちゃんまだっすか？イカオまだ？嘘だよー。今手書きで作ってる。いや、まあ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 、ちょっと待とうじゃないか。ちょっと待とうぜ。ケインバン来るかもな。風花、願ってたケインバン来るかもしんないぞ。待ちに待ったケインバン。風花絶頂だよ。ケインバンとかになったら。潮吹いてまう。風花絶頂。ケインバンにより。俺はアニマミコを信じてる。え、アニマミコ送った？お、はい。あれ？送ってきてないよ。DM か？ツイッターの。ツイッター？あ、来てる。あ、来た。あ、ほんとだ。あ、いや、間違いないですね。あとさ、いや、実は物語には続きがあって、終わらないんすよ、物語は。ここで。なんか、ケインの横にいるけど、実は違って、アリマミコって、実はケインの横にいちゃダメなんですよ。なあ、チルノ。こいつって本当はケイン枠だけじゃないんですよ。同じ ID で、なんか再度募集されてて、しかもケインの友達部門の後に募集してるんですよね。で、チルノの選考がまだ終わってなくて、ケインのを先にしたらケインが、こいつしかいない、こいつしかいないっつって、無理やり入れたんだよ。無理やりケインが自分の枠として使っちゃったんだけど、本当は違うんですよね。そう、本当はチルノ枠、チルノ平眼だったんだよ。ケインがチルノの友達を奪ったんだよ、これつまり。ケインバンにしませんか？マジでケインなんなの？オツだよー。チルノさんの自己 PR 見れますよ。はじめまして、今回チルノさんのお友達部門に募集させていただきます。YouTuber と付き合ったらさんまたされてたテミーと申します。そうです、チヤホヤされたくて VTuber アイドルオーディションに参加したら最終面接落ちしたあのテミーです。え、散々友達の彼氏の愚痴を聞いてあげたのに気がついたら自分の彼氏とその子は浮気してたあのテミーさんですか？と、そうです、付き合ってると思ってた男性にテミーは本命じゃないよと言われてたテミーさんです。はい。まあまだ全然続きありますよ。全然続きあります。テミーって名前使いたかったのでダサいんでやめました。あと普通に友達がいません。だから今回チルノさんの友達枠の募集に来て、本当に嬉しかったです。ワンチャンあるかと思って、一人でマイクラで遊んで綺麗な建物作って誰も見てくれません。大学生になってオンライン授業で同級生にも会えずにニートしてます。オンライン授業になってから半年で5キロ太りました。この哀れなメスに仲間が出ることを楽しみに応募しました。あ、その後に、チルノさんの友達枠ですよ。キャ。選ばれなかったら5キロ太ってしまうの、また5キロ太るので、地球上にデブを増やしたくなければぜひ採用してください。ちなみに私の長所は父です。巨乳枠必要ですよね。父は全てを解決
しましょう。脱げます、水着遅れます、選んでくれという欲望、人間本当にやりたいと思ったら脱ぎます、脱ぎますよそれはね。だからグラフのお姉さんみたいな感じだな。写真お望みでしたらおっしゃってください。あと料理教室に通って料理が得意なので、この前の動画の50人クラウド参加者飯コンテストみたいな企画が出たら嬉しいなと考えてます。バイトは家庭教師を、しています。エッチですよね。どうか友達がいないのに父ばかり増えた哀れなメスに採用を。実はオーディションには番号があって、1番トーマス性癖枠、2のじゃじゃ枠、3チルノ枠、4権威枠で、先にチルノに選ぶ権利があるんだよね。実は先に撮影が権威になっちゃったんだけど、そう、優先権が存在する。チルノどうすんだ。不採用で。なんでなんで、どうして、どうして、どうして、なんで、何が嫌だったの、チルノ。どうして、何が嫌だった、チルノ。二つも応募してるから。そもそもルール違反。ルールは別にない。別に二つ禁止とかはない。二つ募集しちゃダメとは書いてないし、まあ別に、まあ大丈夫。そこは別になんか特に制限かけてないね。ちなみに、二つじゃないって知ってた？有馬美子の募集。ちなみに、二つではないって知ってた？中野さん。ちなみに二つじゃないです。その他通常応募部門も、応募してます。センター利用みたいなことしてる。その他通常部門では、入ってやりたいこと、とにかく皆さんと一緒に遊びたいです。これにつきます。建築も今お勉強して頑張ってる、必要とあらば努力もします。ついてるの企画として弱いかもしれないですが、お化け屋敷みたいなものを作ったりしたい。これ確かケインの時に言ったな、そういえば。ケインがどうしてもこいつがいいって言った時に。こっちだな、多分貼ってないの。はじめまして、自称可愛い担当のテミーと申します。突然ですが、私は本気で自分のことを可愛いと思ってます。顔も声も体型もガチで自分のことが好きです。特に声が可愛くですね、カラオケアプリで自分の歌声を録音して勉強中に聞くぐらい好きです。世間では私みたいな人をブリッコまたはナルシストと言います。そこで先生なら私から提案があります。50人クラフトにブリッコ担当として私を採用していませんが、私は疑問に思うんです。50人クラフトの女性は皆さん可愛いので、なんで私は、あ、ロゼピンさん、うわって言った今。うわーって言った？うわーって言ったね、ロゼピンさん。有馬美子の推しキッズ、ロゼピンさんって書いてます。有馬美子の推しキッズ、ロゼピンさん。ちなみに、推しキッズにケインの文字は一つもありません。ケインって全く書いてない。ケインの推しキッズなんて一つも書いてません。推しキッズはロゼピンです。あと、ゴドン。あと、ゴドン。おやおや。おやおや。おやおや。ゴドンとロゼピンです。チルノも推しキッズって書いてます。ちなみに土木風化も。ケインは書いてません。土木風化推しキッズらしいです。ケインは踏み台だよ。まあ踏み台だよね。いい踏み台だよ。ネタじゃなくて踏み台だよ、ケインとか。ケイン誰もいなくなっちゃったら周りに。23時51分もいなくなって、有馬美子もいなくなって。は？ VC してる？は？お金目当てだよ。じゃあ、まあ、有馬美子は推しキッズに囲まれて幸せだろ。ほら、土木風化、ロゼピン、ゴドン、チルノと一緒に50人クラフトできたら最高じゃん。まだダヨダヨの方は100倍マシ。23時見てる。まあ、お金だもんな。ケイン分かって。うん、もう遅いね。なかなかすごい、有馬美子も。MS くん、近寄んないよ。MS くん、まっすん、まっすん無理。黙れ、ダヨダヨ。よし、これで1本でいいや。ジジ。